久保さん今回、相手のカードにしましょうか。相手のカード。まあ僕ね、あの、ドリアカーっていう塾でね、まあ教えてることがあってですね、あの、自分になければ、相手のカードを使いましょうみたいな。まあ相手のカードとはね、言ってないんですけど、ジョイントしようっていうのを言ってるんですよ。で、今年ね、もう12月入りましたけど、今年振り返ると僕、ジョイントジョイントしまくりましたね、今年はね。 うーんほとんどジョイントだったっすね。うんいろんな商品売りましたね、熟成さんの。多分5人ぐらいやったんじゃないかなうん。まあ何かっていうと、自分でその商品、コンテンツがなくてもジョイントしてやることによって、その相手のコンテンツを売れるんですよね。うん、だからその、 自分の手持ちのカードじゃなくても相手のカードで勝負できるっていうね。なんとも不思議なあの戦いができるっていうね。相手のカードで勝負できるみたいな。だからね、あの、ジョイントとか、まあアフリエイトもねあの、一つのあれなんですけど、自分に商品なくてもね、ネットってアフリエイトっていうのがあってね、自分で商品作んなくても、その商品を売ることができて、その,あの、ま、マージンがもらえるわけじゃないですか。これすごいことで。 普通だったら自分で商品作って売らないといけないですけどね。ネットは、まあ、アフリエイトみたいなのもありますし、まあ、その、コッケやっていくんだったら、一緒にパートナーシップみたいな、ジョイントして、JV して、で、なんか一緒にプロモーションやっていくっていうね、こともできるので、まあ、ぶっちゃけ手持ちのカードがなかったとしても、相手のカードをどう、うまく使えばね、あ、でも手持ちのカードゼロだったら無理ですね。うん、自分にその、売る相手がゼロだったら、 相手のカード持ってきても売れないですから。から手持ちのカードをやっぱある程度ないとダメか、うん。うん。ゼロは無理ですね。うん。そう。全くゼロですみたいな。初心者でも稼げますかみたいなね。うん。何もしたくないんですけどと。何もないですし、何もしたくないけど稼げますかは無理だな。い <laughs> ってらっしゃい。